カブスは15日、日本時間16日、鈴木誠也外野手が右腹斜筋の張り10日間の負傷者リスト IL 入りしたと発表した。打線の主軸を担って好調だっただけに、チームにとって痛い離脱となった。写真、いつ見ても奥様綺麗、日本人メジャーリーガーの隣で青色のドレスで微笑む夫人。メジャー3年目の鈴木は、ここまで打率点305、3本塁打13打点をマークするなど好スタートを切っていた。12日、同13日からの敵地、マリナーズ3連戦では13日、同14日に3号ソロを放つなど、3試合連続安打をマークしていた。地元紙、シカゴトリビューンのカブス版名眼モンテムーロ記者は X、旧ツイッターで、カブスにとっては大きな痛手だ、と伝えた。鈴木に代わり、アレクサンダー・カナリを外野手が昇格。